ご視聴ありがとうございます。ゆけっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は、大井競馬場で行われる地方交流重賞、レディスプレリュードの予想を行います。よろしくお願いします。まずは大井競馬場1800メートルの特徴から、スタンド前直線右からスタートして、いよいよ発走です。コースを1周させます。セカンドラコーナー自体は小回りで、最後の直線は386メートルあるので、差し馬の届き活躍することができるコースとなっています。なるほどな、わかったぜ。今回の本命馬は、本命馬は15番のレイヌブランシュにいたします。3歳馬でまだキャリアこのレースで7戦目。初めての小馬との戦いだった、ブリーダーズ・ゴールドカップも3着に前線。その時より、さらに金曜が1キロカルフ南54キロで出走できるのは大きいです。それは大きいよな。さらに差し足がいきそうだな。松山騎手ってのも大きいよね。そして対抗馬はどうする。12番のマドラスチェックにいたします。休み明けの2戦目。今回は名手、森騎手予選に巻き返しは十分可能ですよね。そうだよな。森騎手安城は心強いぜ。所属は船橋だけど、もちろん大井競馬場も実施していますし、2走前も同じ距離、コースの TCK 女王坂月を森騎手で勝利しているのも大きいです。3番手はどうする？3番手は初の地方遠征となる、9番のマルシュ・ラレムネ。前走の3勝クラスのサクラジマステークを、アスダートで先切り出し、あれは見ててびっくりだったよな。初めての大井競馬場としてライダー、不安点ありますが、小倉競馬場で発揮した末脚を、この大井競馬場でも、交流重賞をかけまくっている川田騎手がうまく行こうとしてまとめて差し切る可能性あると思います。ブリーダーズゴールドカップを勝ったプリンシアとメーターは金曜の56キロだしかなり連勝するってのもないので、昨年のこのレースも大会だったし、ただ5年の回ですね。なるほどな、分かったぜ。ゲームありがとうな。買い方はどうする？まずは10番の単勝を買います。そしてワイドで10、15、そして12、15かな。もしよろしければ、この予想をご参考にしてください。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録をお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。またね。